こんにちは、アレアロです。日本の鉄道開業に至るロマンの歴史、なぜ鉄道を引くことがそんなにも重要だったのか、そして新橋と横浜になぜ最初に鉄道が引かれたかについてもお話していきますので、ぜひ最後までご覧ください。まず鉄道開業に際して知っておきたいキーワードは2つあります。1つ目のですね、イギリスっていうのはですね、世界で初めて鉄道を走らせたのがイギリスだったんですけれども、日本はですね、イギリスから技術やお金、あと車両などがですね提供されました。そして2つ目のキーワードはですね、これ意外かもしれないですけど、海の上を走る鉄道だったということで、高輪築堤というところになるんですけれども、海の浅瀬にですね盛り土をしまして、そこに石垣で固めた幅約 6.4 メートルの包みで、その上を鉄道が走ってたということなんですね。まあ、実はですね、この築堤は大正時代にですね、東京湾の埋め立て事業とともに姿を消してました。ただ品川駅の周辺のですね、再開発事業によって100年ぶりに発見されました。それでは早速詳細に入っていくことにしましょう。日本の鉄道の歴史は1872年の鉄道開業の19年前である1853年にまで遡ります。ロシアの貴族であったプチャーチンがですね、率いる軍艦4隻が、当時鎖国していた日本の開国を求めて長崎にやってきた。彼らはですね、幕府の使節団を船に招き入れましてですね、アルコールを原料に走る機関車の模型っていうのを見せました。これを見たですね、佐賀藩では同じ都市にですね、外国の文献なんかも参考にしまして、蒸気機関車の模型っていうのを日本で初めて完成させます。まあ、これすごいですよね。同じ都市に完成させるわけですよ。後に東芝の原点を作ったと言われている田中久重も協力しています。それだけですね、新しい技術に関心が高かったということになるんじゃないでしょうか。その翌年のですね、1854年にはですね、ペリーがですね、艦隊を引き連れまして日本を訪れます。で、その際に持ち込んだ機関車の模型っていうのが横浜で運転されました。このペリーがですね、持ち込んだ蒸気機関車はですね、実物の約4分の1ぐらいで、長さ 2.4 メートルと、まあ、それでもかなり大きなものだったと言われています。時速 32.2 キロのですね、速さで走るこのペリーからの贈り物を見た日本人はですね、とにかくもうたまげたと言われています。この時のことをですね、ペリーはこういうふうに振り返っています。真面目な顔つきをした一人の役人がぐるぐる回っているのを見るのは少なからず滑稽な光景であった。彼は激しい好奇心で歯を向いて笑いながら屋根の端に必死にしがみついていたとですね、まあ、本当に当時の情景が想像できるかのようです。この時にはですね、日本に入ってきた鉄道っていうのは模型の段階でした。1858年にはですね、イギリスが中国の鉄道で実際に使用する予定だった本物の蒸気機関車、これが長崎に持ち込まれました。ここではですね、1ヶ月ぐらいにわたって実際に走るデモっていうのも行われました。そっから約10年が経過します。1869年、岩倉具視、大隈重信、伊藤博文といったですね、政府の本当にお偉方がですね、イギリス人の公使であるハリー・パークスという方と面会します。鉄道建設についてですね、イギリスから資金を提供してもらえないかというような相談をしたわけですよね。そう、OK というふうに言ってくれたおかげで、その5日後ですね、鉄道建設がですね、天皇も入れた会議である朝議で決定されるわけです。鉄道建設の基本方針としては、東京と京都を中山道で結ぶこととしました。鉄道の建設とあと運営っていうのは日本人にとっては初めてのことだったんで、これはちょっと誰かの力借りなあかんよねということで、多くのですね、外国人技術者っていうのを、日本に呼んできます。その中のですね、一人が現在のですね、スリランカにあたるセイロン島で、鉄道建設の指揮を取っていたイギリス人のエドモンド・モレルでした。エドモンド・モレルはですね、数々の功績から現在は日本の鉄道の恩人とまで言われている人物で、何したかっていうことなんですけど、モレルはですね、当時初代の鉄道兼電信建設市長っていうのに任命されるわけですけど、まだ29歳とかそのあたりだったんですね。彼のですね、アドバイスで特に有名なのがですね、レールの下に一定間隔で、敷かれている木があるんですけど、このですね、枕木に関するアドバイスです。で、これ何を言ったかって言ったらですね、枕木は当初ですね、明治政府はイギリスから鉄製の枕木を輸入する予定でした。ところが、このモレルが言ったのはですね、日本は森林資源が多いですよねと。森林資源が多い日本では木材を枕木に使った方がいいよというアドバイスをくれるわけです。
で、この枕木がですね、国産の枕木になったことで、まあ、建設費をですね、安く抑えることができたりとか、あとはその工期ですよね、工事期間の短縮っていうのができたわけです。まあ、国内産業のですね、発展にもそれはつながったわけですよ。当時ですね、インターネットとかが何にもないような時代にですよ、あの日本の森林が豊かっていうのをですね、認識したっていうのはすごいことだなというふうに考えています。他にもですね、中央省庁の一つである工部省っていうところを作るようにアドバイスっていうのをしてます。で、この工部省っていうのはですね、インフラの整備を促進するような、省庁です。さらにその工部省の教育機関である工学寮、こちらの設置も、政府に勧めたのがモレルでした。工部省や工学寮っていうのはですね、1871年にモレルさんが亡くなってしまうんですが、その後にですね、伊藤博文とかの、働きかけによってですね、設立されます。工学寮はですね、現在の東京大学の工学部の前身の一つに、なってですね、数多くの偉人を輩出しました。もちろんですね、日本人の貢献っていうのも忘れてはなりません。モレルさんのアドバイスで作られた工部省にはですね、鉄道を担当する鉄道寮っていうのが置かれたわけです。そのトップにはですね、初代鉄道の神っていうのがいました。この鉄道の神を務めたのは井上雅治でした。井上はですね、もともと江戸幕府時代にですね、イギリスにですね、密航した長州藩の5人の一人でした。鉄道がですね、開通して、まあ大発展を遂げてたわけですね、その頃のイギリスは。で、そのイギリスで、ロンドン大学に学びましてですね、鉱山であったり、土木工学っていうのを学びました。こういったですね、留学体験を通じて、まあ鉄道建設が重要であると。いうことを明治政府にですね、訴えたわけですね。その結果、1870年4月からですね、新橋と横浜間の29キロの路線、測量と工事の着工っていうのが始まりました。一部路線っていうのはですね、実は反対にあってですね、用地を確保できなかったんです。高輪海岸って呼ばれるところだったんですけど、土地がですね、確保できなかったんで、まあ海の中にですね、築堤っていうのを築きまして、用地を確保するっていうですね、まあ画期的というか、かなり強引な方法でですね、建設が進んだわけですね。1872年5月7日にはですね、工事が完成しまして、イギリスから輸入した車両で、品川と横浜っていうところが仮に開業します。そしてですね、時が訪れるわけです。1872年10月14日午前10時、新橋ステーション。から横浜ステーションに向かって蒸気機関車で引かれた9両の客車からなる列車が動き始めました。日本初のですね、鉄道がですね、新橋と横浜で正式な開業を迎えた瞬間だったわけですね。この列車っていうのはですね、横浜で開かれる鉄道の開業式典に隣接するですね、明治天皇も乗っている祝賀列車、お祝いの列車だったわけですね。駅の構内にはですね、紅白の錦、駅舎やですね、プラットフォームなんかもですね、紅白のこう提灯でですね、装飾され、まるでお祭りのようだったと聞いてます。当日のですね、この乗車順というのはですね、実は、列立次第という本にですね、残ってるわけですね。この第3車にはですね、明治天皇はじめ、山尾工部省吾、井上鉄道学の神、有栖川親王、で、三条実美の太政大臣とか、1号車、第2号車にはですね、それらを警備する、近衛兵。第4、第5にはですね、外国の公使であったり、明治政府の重鎮というのが載ってます。大隈重信であったり、西郷隆盛であったり、板垣退助っていった名前が見られるかなと思います。まあ、6号車からですね、9号車っていうのは、まあ、皇族とか、あと貴族がですね、乗っていました。そして、午前10時ちょうどに、お祝いの列車は動き出したわけです。この時ですね、実はその日比谷、にあった連兵場からはですね、101発の祝砲、さらに品川沖に停泊してました軍艦からも21発の祝砲が放たれたと。まさにその日本の鉄道の始まりを告げた日でもありました。おそらくですが、この時速ですね、32キロで海沿いを走るこの日本初の鉄道にですね、本当に日本の発展をそこに見て、さぞ心躍ったこと思います。当時最も速い乗り物だった馬と同じスピードでですね、新橋横浜間っていうのを50分で結びました。で、ちなみにですね、旅客運賃っていうのが、新橋と横浜で、上等というのは第1等がですね、1円12銭5厘。で、中等が75銭。で、下等が37銭5厘っていう。金額だったんですよ。まあちょっとこれ今の価値に直す必要があるんですけど、だいたい上等が1万5000、中等が1万円、下等が5000円っていうですね、かなり高級な乗り物でした。次にですね、お話しする、まあ何のためにこの鉄道を引いたのかっていうところに行く前に、ちょっと小話をしたいかなと思います。
実はですね、この鉄道が日本史上の大発見につながったことがあったんですね。当時東京帝国大学で教えていたアメリカの動物学者エドワード・モースさんですね、横浜から新橋まで鉄道に乗った際にですね、車窓に白い層を見つけたらしいんですよ。これがですね、大森貝塚の発見でした。縄文時代の生活の跡っていうのはですね、この鉄道のおかげで明治時代に発見されるわけですよ。実はですね、この発見、日本においての考古学的な発掘の第1号なんですね。現在もですね、この場所は見ることができます。京浜東北線の大井町駅から大森駅の間の進行方向右側に大森貝塚があります。さて、将来の日本のためを思ってですね、敷かれた鉄道だったんですけど、実は別の側面というのもあったわけですね。というのも、江戸幕府が終わりを迎える19世紀後半、ヨーロッパでは産業革命と鉄道によってですね、社会が大きく発展してきたわけですね。そこで各国の政府とですね、資本家は考えるわけですよ。世界にもこの技術を輸出して鉄道を引くことができれば、これ大儲けできるぞと。そこでですね、誰が一番先に鉄道を海外に引けるかっていうですね、もうそういった競争がですね、各国の中で行われてたわけですよ。日本もですね、この競争が水面から進んでた一つの国でした。イギリスとアメリカとフランスの3つの国がですね、横浜と江戸を結ぶ鉄道建設の権利を獲得するために戦っていました。そんな中ですね、いち早く権利を取得したのがアメリカだったんですね。あれ、イギリスじゃないのと思ったら鋭いですね。実はですね、アメリカっていうのは江戸幕府に開国させた。アメリカの大使館の、ポートマンという方が幕府の老中から横浜と江戸を結ぶ路線の建設免許状っていうのを得てたわけですね。これは戊辰戦争頃ですね、どさくさに紛れて取った免許だったんですよ。明治政府ができたらですね、ポートマンがですね、見せに行くわけですね、明治政府に。いやいや、これ免許あるからさ、アメリカがさ、鉄道作っていいよねってこう言うわけですよ。ところが、この免許状のね、内容がひどかったわけですよ。鉄道の敷設権っていうのは独占的にアメリカが持ちますよと。測量とかね、土地の買い上げ、日本側が負担するっていうことになってたわけですよ。経営の権利とかもですね、基本的にアメリカ側にあって、儲けもですよ、すべて、アメリカの鉄道会社に帰属することになったわけですよ。これですね、もうこの免許状を認めちゃうと、日本の領土が、植民地化されると同じことになるわけですよ。ひどい内容だったわけです。実際、その当時のですね、外務省である外国官っていうところも危ないなと考えまして、明治2年にですね、アメリカのこの免許状を、認めろという申請を拒否したわけですね。理由としては、免許状の日付っていうのはですね、王政復古の大号令。新政府がね、これ今後日本を治めますよっていうこの大号令の後ですと。で、江戸幕府はもうその時はもうその宣言の後だから、政府ではないということを言ったわけですよ。なので、無効としたんですね。この決断というか、言い訳を考え出したのが、当時、その外務省の副知事ですよね。次官レベルですね、今でいうところの。大隈重信だったんですね。で、大隈重信は、鉄道建設は我が内国人の合力をもって行うって言ってですね、自分の国でやりますと、自国管轄方式の原則を貫いたわけですね。鉄道によって、物と人の、流れっていうのをですね、本当に広い範囲で作り出すことによって、天皇を中心とするですね、中央集権的な国家を作り出すのに役立つと考えてもいたわけですよ。これにはですね、反対派ももちろんいました。一部の士族、あとはですね、飛脚であったり、旅籠、旅館ですよね、っていったところ。で、さらに言うと、西郷隆盛なんですね。彼何を言ったかっていうと、鉄道が経済の役に立つっていうことはほとんどないと。むしろですよ、鉄道を引くことによって敵が侵略しやすくなるんだから危険だよなんて。そんなお金があるんだったら海軍を増強しなさいってこう言うたわけですよ。あまりのですね、この強硬な反対派に実はその大隈重信暗殺されかかりますと。ただ、大隈のですね、鉄道をですね、どんどんこう作っていこうっていう考え方にですね、賛成した中には、会計、今では財務省かな、財務省の官僚として力をつけていたですね、伊藤博文なんかもいたわけですよ。この二人を中心に、鉄道の敷設計画っていうのが、どんどん進んでいくことになります。実はですね、元々の計画は少し先もお話ししましたけど、東京から神戸まで引く計画だったんです。ただ当時の明治政府っていうのはまだ出来たてで、廃藩置県によって県に変わったばっかりの県っていうのはいっぱいあったわけですよ。で、そういったところの借金をですね、政府が肩代わりとかもしてたので、今でいうところですね、だいたい5000億円ぐらい建て替えてたのかな。ので、鉄道建設に充てるお金ってなかったわけですね。さっきお話してたその建設に反対するような意見もあったので、一旦ですね、東京と、で、そのペリーが来て開いた横浜
これを開通させることにしたわけですよ。ただですよ、東京の市街地っていうのは建設できないですよね。あんまりでも中心地だと、まあ、邪魔になるわけですよね。仮にですよ、人とか建物に立ち退いてもらうってなったら、ものすごくお金とか時間がかかるわけですよ。とはいえ、まあ、中心地から近くなる人も乗らないな。どうするかと考えたときに、江戸城にそこそこの距離で行けて、さらにその繁華街の中心にちょっと近いところ、これにですね、新橋だったわけですよ。このですね、新橋横浜間の開業によって、まあ、新橋で列車に商品を積んで、で、それを列車でこう横浜で運んで、横浜で港から輸出するっていうですね、こういうルートが出来上がったわけですね。これが、新橋横浜の開通でした。本日も動画を最後までご覧いただきましてありがとうございます。今後もですね、こういった歴史関係の動画をどんどん上げていきますので、ぜひ気になる方はチャンネル登録をお願いします。それでは、タリアノでした。バイバーイ。